ません、急遽とんでもないです。ラジオ出たいって言ったら、はい、ぜひどうぞということで、はい、ありがとうございます。地上波ラジオとは思えないフットワークで。そうですね、今12時なんですけど、はい、前日の22時に決まりましたそうです、はい、早い。ほんまにありがとうございます。いえいえ、本当にゲストとしてお招きさせてください。はい、よろしくお願いします。ドラマ出たじゃないですか。ああ、テレビのラジオの、はい、ここで撮ってたんですよ。たまたま、うん、定めやん。俺一回運命って言ってるんで手遅れです。定めやな、ほんま。いや、もういいね。ほんま、ベートーベンの、うん、定めやな。いや、運命言いかけてるじゃん。定めさしやな。定めさしやな。よろしくお願いします。トンツカタンの森本です。よろしくお願いいたします。ジェネゼでございます。本日は岡田浩太さんゲストに来ていただいております。よろしくお願いいたします。はい、OK です。ありがとうございます。じゃあ、吉川さんお願いします。はい、皆さんこんばんは。超ときめき宣伝部、超ときめきグリーンのひよりんこと吉川ひよりです。よろしくお願いします。ジェネゼ、ありがとうございます。今日はですね、森本さんが赤でしょ、吉川さんは緑でしょ、で、岡田さん黄色なんです。なんかのやつみたい。なんかのやつみたい。信号って言うやん。信号だ。なんかのあれみたいや。すごい。用意できなかったら言わなくていいんですよ。車のなんかのやつや。信号近づいてきてるけど。いや、岡田さん大丈夫そうです。はい、ありがとうございます。皆さんこんばんは、 DJ のトンツカタン森本慎太郎です。皆さんこんばんは、同じく DJ の吉川ひよりです。さあ始まりました、ジェネゼでございます。はい、始まりました。始まりましたね、はい、夏真っ盛りでございますけども、暑です。8月23日、はい、もう下旬でございますね、はい、夏休み終わっちゃうねえ、ほんと溶けるような暑さが続いてますけども、はい、はい、今回はですね、なんと緊急スペシャルゲスト来ていただいておりまして、昨日の夜決まったみたいですよ。そう、昨日の夜決まって今日のお昼、今収録してるんですけども、はい、そのゲストさんが来るっていうことで、はい、なんとブースの外、カメラが3台回っております初めての光景です。超スペシャルゲストでございます。すごいですよ。各チャンネルですかね、はい、各 YouTube チャンネルのカメラが今回っております。3台分。時代は YouTube、 時代は YouTube っていうのを地上波ラジオで言ってますけどね、すごいですね。みんなチャンネル持ってた。ちょっとね、みんな早くこの方のね声聞きたいと思いますので、早速参りましょう、はい、本日のゲスト、お笑い芸人の岡田浩太さんです。よろしくお願いします。あ、港区の虎こと岡田浩太です。よろしくそんなキャッチコピーありましたっけ。はい、虎でしたっけ。港区の虎でございます、はい、なるほどですね。はい、私はお笑い芸人ではございません。え、はい、違うんでしたっけ。アーチスト。やかましいですね。アーチストとってもやかましいですね曲紹介お願いします。それでは、聞いてください。ロマン革命で優しい嘘で、フューチャリング岡田浩太ありがとうございます。最後、番組のタイトルを一緒に言ってもらっているんですけど、岡田さんも一緒に言ってもらってもいいですか。もちろんでございます。ありがとうございま す, います。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はトンツカタン森本慎太郎と、超ときめき宣伝部の吉川ひよりと、港区の虎岡田浩太でした。せーの、ジェネゼー。はい、いきます。3、2、1。はい、もう一枚ください。はい、いきます。3、2、1。はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。信号。なんか喋った方がいいでしょう。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。
めちゃくちゃたくさん聞かれるといいですね、曲ね。いや、ほんまに、うん、嬉しいです、ほんまに、うん、ちょっと一節もらってもいいですか。え、あ、聞きたい。そうですね、完全にド忘れした。本当に曲出すんですよね。ちょっと心配になって。心配してんじゃん。言って、あと十何日で出る。何ですよ、これ。何で心配になってきた。曲出さないのに曲出しますって。ちょっとやり口がエグすぎます。怖すぎる。怖すぎる。怖い。怖い。マジで怖い。曲ないのに。ごめんなさい、今ちょっと用意できてないんですけど、ちょっと収録だけって言って現れるの怖すぎます。怖すぎる。確かに。どうしも一生ゼロメロディーですよ、今。一生ここに曲を送らない。送らない可能性ある。しかも流すしかないから、過去のね、ペットボトルキャップとかで、なんとか繋ぐしかないけど。めっちゃ怖いやん。取っちゃったから。そいつむっちゃ怖すぎる。怖いっすよ。自分の番組じゃかけれないんだよ、みたいな。出たいから。ラジオ出たいから。はい、ラジオ出たい。曲作ったふりして。怖すぎる。友達のラジオ巡って。怖いっすって。怖っ。佐野が泣いたんだよって、架空のエピソード。怖いっすよ、マジで。ハードですね。川端さん、音楽ラジオ、音楽ラジオ。お前からみんな。すいません。ありがとうございました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 。実は坊主でした。最後、実は坊主でしたって言ってた。通常会ですね。通常会だ。